なんかね、今ね、このミスティークのスキンがバグってるらしくて、教えてもらったんだけど。まあ、普通に殺すと、一回目が光るだけだと思うんだけど、さっき一回目が光るだけなんだけど、なんと、なんか、殺してグラップルグローブを持つと、一生、なんか、グラップルグローブを持って武器の切り替えするとなんか一生目が光るらしい。本当に、ま、一切需要ないんだけど。武器なんか一生光るらしい。だから多分 B っていうのこの。このスキンでやったら多分一生雷みたいなやつがまとえるらしい。ぜひね、みんなもやってみてください。なんかキルした後のエフェクトがね、一生まとえるらしいです。で、ね、ちょっと言ってなかったんだけど、このキルした後のエフェクトを大量に、まとった状態でキルをするとね、もうこんなすごいことになるらしいです。これ面白いよな。これはおもろい。